ロイツェはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名は南北戦争及び米政戦争で活躍した友人ヘンリー・コジーンズ・ロイツェ少将にちなむ。艦名の日本語表記は、リューツ・ロイツと表記されることもある。ロイツェはピュージェット・サウンド海軍交渉で九百四十一年六月三日に寄港し、九百四十二年十月二十九日に、 ロイツェ少将の孫娘であり、ギルバート・ジョナサン・ロークリフ少将の娘でもある、キャロライン・ロークリフによって浸水。艦長、BA ロビンス中佐の指揮の元1944年3月4日に、就役する。就役後、ロイツェは、所定の基礎訓練を終了した後、1944年6月から7月に、かけては、乗組員の訓練を兼ねて、 シンジュワンとエニウェトク干渉官の護衛任務に就く。任務終了後、一旦シアトルに戻っていたロイツェは8月2日に出港したが、1年と1日後にはボロボロのベテランとして帰ってくることとなる。神風の突入でその戦歴にピリオドを打つまでに、ロイツェは5つの主要な作戦に参加した。シアトル出港後、ロイツェは 真珠湾やソロモン諸島水域での訓練の後、9月12日からは、ペリリューの戦いの事前攻撃に加わり、味方陸上部隊の上陸予定地点にある、日本軍拠点に砲弾を浴びせたが、反撃により乗組員に死傷者が出た。9月24日に任務を終えて、マヌス島に下がり、来るフィリピン学会に備えて、第77.2任務軍に加わった。 レーテ島の戦いは10月18日から事実上、始まり、10月24日から25日のレーテ沖海戦で最高潮に達した。ロイツェもこの戦いに加わったが、10月24日、朝、レーテ湾で日本機の空襲を受けて損傷し、11名の死傷者を出した。その夜、ジェシー・ー・オールデンドルフ少将を率いる第77任務部隊に加入したイツは、 西村昌司中将率いる日本艦隊と交戦する。最後の水上艦同士の交戦である。この戦闘で西村中将は戦艦2隻と駆逐艦3隻を失って自らも戦死した。ドイツェは東方から西村中将の艦隊に迫り、両艦とともに戦艦山城と駆逐艦しぐれに対して魚雷を発射したが命中しなかった。回戦の後、 日本軍は神風を含む航空攻撃しか攻撃手段がなくなり、ドイツェは11月1日に神風攻撃を受けたが、この時はドイツェには被害がなかったものの、アブナーリードが沈没するなど領艦に被害が続出した。短期間のオーバーホールの後、ドイツェは1945年1月1日にコッソル水道を出撃し、ルソン島の戦いに加わる。 道中、護衛空母マキンアイランドから1名の乗組員が海中に転落し、ロイツェがその乗組員を救助して、マキンアイランド側からお礼のアイスクリームを受け取った。リンガエン湾ンへ、味方部隊が上陸するに1月6日に到着したロイツェは、上陸作戦翌日の1月7日に、日本側の監視艇を撃沈し、1月9日にも信用を打ち沈めた。 フィリピンでの戦いが一段落つくと、ロイツェは、イオウ島の戦いに馳せ参じることとなった。うるしい干渉で、水中爆破班と訓練を重ね、サイパン島に移って、さらに大規模な演習を行い、準備を整えた後2月16日にイオウ島沖に到着。イオウ島は、集中的な爆撃と艦砲射撃が繰り返されたにもかかわらず、 栗林忠道中将以下日本軍守備隊からの放火は猛烈であった。翌2月17日、水中爆破犯派遣の準備を行っていたロイツェは、完全部に命中弾を受け、3名の重傷者を出した。ロイツェは、任務終了まで海域に残り、翌日に修理のためウルシーに向かった。3月に入って、伊王島の戦いに戻ったが、来る。 沖縄戦の準備のため4日間しか戦いに加わらなかった。沖縄戦は、洋島とは異なって比較的平面な地形で行われた第二次世界大戦最後の大規模な水陸両用作戦であった。3月27日、ロイツェは火力支援に向かう途中のの戦艦ニューヨークを護衛中に特殊戦工程を発見し、爆雷2発を投じて破壊した。4月3日には、 軽巡洋艦モービルオークランドと共に4月3日に沖縄近海に到着。2日後、日本軍は菊水1号作戦を発動して神風を大量投入し始めた。4月6日、ロイツェは押し寄せる神風のうち2機から3機を撃墜していた。しかし、両艦のニューコムが立て続けに3機の神風の突入を受け、艦は廃墟と化して火災が発生した。 ロイツェは燃えるニューコムに横付けして、消火犯を送って、作業を行っていた。その時、5機目の神風が、ニューコムの中央部に突入し、弾みで爆弾がロイツェの艦尾部に飛び込んで、爆発、線微量甲板の大部分を切断。1名が戦死して30名が負傷した。ロイツェの司令代行レオングラボースキー中尉は、 激しい戦闘の最中にニューコムに乗り込んで助けた行為により海軍十字章が授与された。今度はロイツェがニューコムから助けられる番となり消火班が送られた。完備には神風の残骸が張り付いていたロイツェは浸水が止まらず応急修理の上ケラマ諸島の白地に栄光されていった。ロイツェは沖縄戦終結後の七月十日にケラマを離れてグアム。 真珠湾を経由してサンフランシスコに到着し8月3日からハンターズポイント海軍造船所で修理が開始されたが終戦により修理は停止されたドイツへは復旧されることなく1945年12月6日に退役し1946年1月3日に除籍。1947年6月17日にニュージャージー州バ,バーの解体業者 トーマス・ハリスにスクラップとして売却された。ドイツへは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。